こんにちは昨日はカウンセリングのために先生のところに行ったんですがお客さんがいて受けられませんでしたでもその代わりに激下がりしたこの私の波動を上げるための遊びの改良を教わったのですごく得しました昨日は私みたいに受けられなかった人が5人もいたらしいですコロナの流行が長期化したりワクチン接種が始まったりと初めてのことに対して人間は 対応できなくなります不安とか恐怖でお客さんが増えているみたいですということは独父さんと独母さんの私への被害もますます強くなってくるということです被害に対応するために波動を上げておかないといけません何かあった時のため事前に波動を上げるためのものを用意しておくことが必要です 先生といろいろ話しながら考えましたがやっぱり私は競馬がいいだろうということになりましたそろそろ g ン以外の馬券を買ってみたらあと先生から提案されて重賞か新馬戦を買うことに決めましたこのレースだったらこの馬券の買い方だったら勝ちそうだなと思うものを自分で考えて決めますということで今は g ンがオフシーズンですが今年は夏競馬も馬券を買います 私は競馬が大好きですごく楽しいので競馬なんですが美味しいものを食べることでも大好きなアイドルやタレントさんを見ることでも漫画を読むことでも何か物を作ることでも何でもいいんです自分がやっていて楽しくて気分が上がることを事前に探して決めてみてくださいねでは今から出かける用意をして改めてカウンセリングに行ってきます今日はこれで終わりますねまた来ますね